許せ、ブルース。ダークチップスロットイン。副社長、科学省に到着いたしました。ああ、もう着いたのか。こちらをご覧ください。新型ペットの概要です。今度のペットにはダークチップを無効化し、ナビを保護する機能を搭載することを検討中です。面白いな、この理論は光博士の。ええ、光博士が研究されているネットナビの自己保存と進化のプログラムを参考にしています。だがこのままだとチップ転送のマトリクスが不安定になる恐れがあるな。ダークチップに関してはデータ不足なものですから。科学省の協力が得られれば新システムの開発も確実なものとなります。我が社としては科学省と提携した上でこのプロジェクトを進めたいと考えています。ではこちらからは科学省で開発中のバトルチップの新たな転送システム、バトルチップゲートについてご説明しましょう。まず手元の資料をご覧ください。クロスフュージョン時5枚までしか挿入できなかったバトルチップを。あら、円山君。はい。帰る前に私の研究室に寄ってもらえないかな。ダークロイドの解析データをまとめてあるんだ。はい、わかりました。あー、ないな。どこ置いたっけ。こっちの部屋にもないですね。あのディスクは昨日。あ、ちょっとすみません。はい、光研究室。あ、ママ。え、あ、そうか、そっちに。あー、いや、ちょうど今それを探していたところだったんだよ。あったみたいですね。うん、いつもあんな感じなんですか。ありがとう。うん、じゃあ分かるところに出しておいてくれないか。それじゃあうちに忘れてきていた。探してもないわけですね。見つかってほっとしました。まいったな、たまに帰るとこれだ。たまに帰る時くらい仕事は置いて帰ったらどうです。そうなんだけどね。あの、ん、これから秋原町方面に行く用事があるんです。構わなければ自分が光博士のご自宅にディスクを取りに伺います。そうか、じゃあお願いしようかな。新型のペットだと。 IPC では科学省と協力して何とかしようとしているようですが。それが実現されるとなると色々と面倒なことになる。ブルース、この件についてはお前に一任する。は。はい、はいはい、お待たせ。こんにちは。いらっしゃい、円山くん。雄一郎さんから話は聞いてるわ。どうぞ中へ。いえ、ディスクを取りに来ただけですから。受け取ったらすぐ帰ります。あとネット。そんなこと言わずに上がってよね。はい、お邪魔します。ねえ、いくつ。10。えー、そんなに。あんまり甘くするとケーキに合わないわよ。軽く一杯ってとこかしら。あ、あの、あ、ネットはねまだ帰ってきてないの。でもグッドタイミングだわ今ね。じゃーん、焼き上がったところなの。あのディスクは。それはあと。ほら、焼きたての熱々なのよ。最高に美味しいんだから。はあ、はい、どうぞ。ディスクを受け取ったらすぐ帰ります。食べてくれなきゃ渡さない。は。じゃあいただきます。いい食べっぷりね。おかわりあるわよ。え、
いいえ、あのディスクをください。本当に雄一郎さんってそそっかしいわね。そんなことはないと思いますが。さて、ここでクイズです。このとっても大事なディスク、一体どこに置き忘れていたでしょうか。仕事机じゃないんですか。はずれ。テレビの上とか。はずれ。キッチン。はずれ。玄関。はずれ。洗面所。はずれ。降参します。答えは雄一郎さんのパジャマのポケットの中でした。はあ、危うく洗濯しちゃうところだったわよ。まあよくあることだから私も気をつけてはいるんだけど。ありがとうございます。ただいま。おかえりなさい。あら、うんぞん、どうしてうちに。お仕事よ。パパの忘れ物を取りに来てくれたの。そうなんだ。僕はこれで帰ります。もう帰っちゃうの。ごちそうさまでした。なんだ、もっとゆっくりしていけばいいのに。ネット、ちょっと付き合え。お邪魔しました。おい、ちょっと待てよ、エンちゃん。ああ、ネット、ちょっとロックマン借りていい。これから二人でお話しするんでしょ。だったらいいじゃない、この前ロックマンに調べてもらったお菓子のレシピに挑戦しようと思ってるの。お願い。ママいいでしょ、ロックマン。ママ。ほら、ネット、エンザン君待ってるわよ。あ、じゃあちょっとだけだよ。行ってきます。エンザン、あのさ、俺もお前とちゃんと話したいと思ってたんだ。なかなか切り出せなかったけど、あの時ダークチップを使おうとしていたのは俺の方だった。本当ならああなっていたのはロックマンのはずだった。俺もどうかしていたな。あの時ブルースにダークチップを使ったのは完全に俺の判断ミスだ。確かにあの時俺かお前のどちらかがダークチップを使っていなければ、みんな生きて戻ることはできなかっただろう。エンザン、だからお前の判断は正しかった。ロックマンではなくブルースを残しておくべきだったんだ。どういう意味だよそれ。たとえダークソウルに取り込まれたとしても、それがロックマンなら俺とブルースで解決していた、デリートできていたろうからな。そういうことだ。エンザ、これだけ言われてなぜ言い返さない。殴ったっていいんだぞ。それとも俺を憐れんでいるのか。ナビに見放された気の毒なやつだ。何わけわかんないこと言ってんだよ。俺をかわいそうなやつだと思って。バカ野郎、話せこいつ。お前震えてたからな、見ていられなかったんだよ。そんなの関係ない、お前が勝手にダークチップを使ったんだよ。このくっそ、なんだよこの野郎。俺がどんなに。そうだ、お前たちのこと。悪いのは俺だ。こうなったのは全部俺のせいだ。ブルースは敵だ。全て俺の責任だ。エンザ、俺はブルースのオペレーター失格だ。お前も見ただろう、ブルースは敵なんだ。それは違う。ブルースは敵だ。ブルースはお前のナビだろ。お前が諦めてどうする。ブルースを見失うな。本当のブルースを知っているのはお前しかいないんだろ、エンザ。お前があいつを取り戻すことを諦めたらブルースは戻ってこられなくなっちまうだろ。そんなの俺嫌だよ。そうか。大丈夫、ブルースはきっと戻ってくるよ。
ケーキ美味しかったよ。あ、と伝えておいてくれ。迎えが来た。俺は社に戻る。じゃあな、ネット。うん、じゃあ。待たせたな。研究所に急いでくれ。副所長、そのお顔は。ちょっとした気分転換だ。ネット、ちょっぴり大人になったと思わない？ロックマン。うん、たくましくなっちゃって。最新のペットの試作サンプルが届いております。後で見せてもらう。先にこっちの書類を片付けたいしね。なんだ、ディメンショナルエリア。ロックマンエグゼアクセス。ロックマンエグゼアクセス。グラビティモン、グラビティドライブ。はい、何ですか名人さん。3はいらない。緊急事態だ。 IPC の研究所にディメンショナルエリアが発生した。直ちに急行してくれ。IPC って天山の会社じゃん。こいつの狙いはおそらくグラビティドライブ。危険です副社長。俺はこいつを何とかする。君たちはこの施設の人を安全な場所に避難させるんだ。はい。このままこいつを暴れさせると。なんだ。副社長、何者かがサイバーワールドに強制侵入しています。ファイアウォール、エレベン、すでに突破されました。何？セキュリティシステムを切り替えろ。侵入を許すな。はい。お前か、ブルース。グラビティドライブ。急いでよ名人さん。3はいらない。さすがにセキュリティを強化してきたか。破壊目標探索、破壊目標探索。一切の破壊。グラビティドライブ。やらせるか。抵抗を確認。抵抗する者は排除する。グラビティドライブ。グラビティホールド。いいぞ、こっちだ。こいつはただの破壊者だ。それよりさっきの侵入者の動きが気になる。早くコントロールルームからアクセスしたいわ。このままを連れていくわけにもいかん。あの隔壁なら時間が稼げるか。排除、排除、排除。厚さ30センチの隔壁だ。これで少しは時間が。グラビティドライブ。大丈夫かエンザ。遅いぞネット。奴らの狙いは開発中の新型ペットだ。奴ら。こいつはお前に任せる。俺はサイバーワールドから奴を食い止める。奴。いいから、そいつを何とかしておいてくれ。おい、レーぐらい。ネタ君、どこ出せ。ペット、グラビティドライブ。
全ての移動に5分、そんなに時間はかけられないか。セキュリティレベル変更、パスコード解除、侵入者を捕捉しろ。やはりお前かブルース、こんなところまで入り込んでいるのか。トラップブロックセット、チップトランスポーター起動。これ以上前に進めると思うなブルース、お前に何も渡さない。これか。パスコードが変更されている。変算か、面白い。これで俺を閉じ込めたつもりか。バトルチップカウントボム。なかなかいい挨拶だ。バトルチップメガキャノン。バトルチップフレームタワー。お前の攻撃パターンは俺の体が覚えている。そんな攻撃が通じると思ったのか。かかったなブルース。何これ。うわー、グラビティドライブ。くそ、レイト何やってんだ。何って、忘れたのか、グラビティマンにはバスター系の攻撃は効かないぞ。分かってるよ、でも接近できないからソードが使える。ネット、聞こえるか。ネット、グラビティマンの重力波は質量の大きなものをぶつけると一瞬無力化する。あ、攻撃するならその時だ。ストーンキューブをぶつけろ。ストーンキューブなんて入れてないよ。ネット君、ストーンキューブじゃなくてもいけるんじゃない。重たいものをぶつければいいんでしょ。そうか、代わりになるものでいいんだ。これだ。ちょっとこれいくらすると思ってるの。そんなこと気にしてる場合かいよ。グラビティドライブ、やったぜ。バトルチップロングソード、リッドフェイブ。よっしゃ、これならいけるぜ。次は、おいネット、それは。ネットのやつ、人の会社だと思って。ここでより離脱します。やった。演算遅かったな。お前の欲しかったものはサイバーワールドから切り離したよ。次はこうはいかないからな。新型ペットのデータは奪えなかったか。はい、申し訳ございません。気にするな、お前は大事な実験体だからな。私もいろいろと学ばせてもらってるよ。お前に与えたダークチップにはナビをダークロイド化する因子が含まれていたのだよ。やっとホープが現れたようだ。気分はどうだね。お前はもうネットナビではない。世界を牛耳る新たな種族、ダークロイドとして生まれ変わったのだ。グラビティマンを撃退したぜ。56億だ。は？お前が壊した機械の値段。はい。ネット君が破壊した施設の分も足したら
60億くらいにはなるよ。ガー6万余計なこと言うなよ。そうか、60億か。100年間毎年6000万ずつ払えばいけるかな。なるほど。そんな冗談だろ。冗談のつもりはないが、まあ開発データが無事だったから許してやるよ。ごめんなさい。ありがとう、エンさん。よかったね、ネット君。よかったねって、お前も謝れよ。半分はお前だろ。だって僕はちゃんと注意したよ。お前がどこに行こうが、どう変わり果てようが、俺は見失わないからな。必ずお前を連れ戻してやる、ブルース。